安ズマサは、東京都北区田畑二丁目にある新言衆豊山派の寺院。安ズマ氏大和遠山と徳三年間宮火により、神田に創建。その高根願そして、慶安年間に田畑の地に移転されたと言われている。また、七国の主因地を受けていたと言われている。当寺院の特徴として三門に、体中に赤髪が貼られた混合力士像がある。これは、 通称赤紙仁王と呼ばれ、病を患った人がその部分に相応する箇所に赤紙を仁王像に貼ると治癒されると言われており、現在においても赤紙を貼る人が立たない。その後病が治癒すると草履を備えるものとされており、その風習も現在残っている。なお、仁王像は、官営18年8月21日に、 県政の時代に造留されており、当時江戸市中において薬病が流行っていたので、それを沈めようとして混流されたものとされている。しかし、二王像に赤紙を貼るという風習はこの時、存在しておらず、この風習は明治時代に入ってから広まったものと伝わっている。また、東二王像は、江戸時代までは、東ず氏が別当時を務めており隣接する。 田畑八幡神社の前にあった。その後、神仏分離令ができて、明治時代に東各寺の前にあった、九本仏堂の前に移転。そして2008年に道路拡張の際に、さらに後方に移転した。1998年に北区の指定文化財になった。ありがとうございます。